皆さん、こんにちは。TDSW YouTube チャンネルです。タッチデザイナーで始める GLSL 第5回になります。よろしくお願いします。今回はですね、RGB シフトを使って、今ご覧いただいているようなですね、ビートに合わせて色がシフトするというものを作っていきます。で、今回やることは、まず RGB で別々に色を指定していく。で、UV をずらして、色をずらす。で、最後に、これも GLSL の外なんですけど、チョップを使って、ビートごとに変化するパラメータを生成するということをやっていきます。それでは、やっていきましょう。まず、GLSL を配置します。ですね。で、これをエディターで開きます。ですね。で、まず最初にやることは、変数 P に、この UV の値を入れておきます。で、カラーはですね、最初に黒を初期値にしておきたいので、ちょっとここを変えていきます。3、0。こうかな。これで、黒になったと思います。std inputs というのを、r と g と b で都合3回使うので、一度こう変数に入れておきたいと思います。のテクスチャーなので tex とします。サンプラー 2d。そうですね。これでエラーが出てしまうんですが、一度 MovieFileIn を使って入れば、エラーはなくなりますね。で、今回は、バナナじゃなくてまた、このお花を使います。なります。で、このお花の色をですね、R と G と B 個別にしていくことになります。まずは、カラー R の、テクスチャーテックスの P と、で、ドット R とすると、赤の色だけここに入るようになります。で、同様に、カラーの G、グリーンですね。G とやると、これでグリーンの色が入ってきます。さらに、カラーの B とやると、ここで青が入ってきて、これで、この MovieFileIn で見えているものと同じものがここに表示されました。これでずらしてみると、ここですね。この状態だと、グリーンだけ。この状態だとブルーだけと、こういうふうになってます。で、ここから、UV をずらしていきます。具体的には、この P の値の後に、VEC2 の値を入れていきます。まずは、プラスの VEC2。例えば 0.02、0.02 なんていう数を入れると、ここで赤がずれたのがわかると思います。ちょっと数値を変えてみましょう。そうすると大きくずれますね。赤がずれました。で、今度は、G の値をずらします。こうすると G もずれて、他の方向に持っていきたいので、こうすると。これで R と G と B が分解して表示されているのがわかるかと思います。ついでに B もちょっとずらしてみましょう。0.04 とかにしておきましょうか。ですね。これで R と G と B が全てずれた状態になってます。
とこうずらすとですね、この端っこの方がちょっとずれた分黒くなってしまっているので、このインプットエクステンドモード UV の0のところを、まあそうですね、リピートとか、ホールドとか、あ、ですね、ミラーとかにしときましょうか。どれでもいいんですけど、ちょっと変えておきます。基本構造は、これで完成なのですが、あとはこの GLSL に渡すパラメータをビートに合わせて生成するようにしていきます。からはちょっと、コードはなくてもいいので、一回これを大きくします。ですね。でかすぎる。はい。まずは、X 方向のシフトの値を作っていきます。ビートチョップが入って、トランプが今表示されているので、ここにビート、これを表示させます。こうすると、今4ビートの値が出てきますね。0、1、2、3の値が入ってきます。これで、ここに、ロジックチョップをつけて、値が変わったときに、0から1に変わるようなものになってます。これをまあトレールで見てみると、こんな感じですね。ビートごとに0が1になっているというふうになってます。ここで、このビートをトリガーにランダムな数字を生成するようにしたいので、ここにノイズチョップを追加します。で、タイプはランダム。で、チャンネルをそうですね。DX、RGB、それぞれを出力したいので、DX、RGB というふうに入れてみました。で、チャンネル、タイムスライスオフと、こういう感じですね。ランダムに値が、マイフレーム作られています。で、ホールドを入れて、一つ目にノイズ、二つ目にロジックを入れると、ビートごとにこうランダムな数字が生成されるということをやってます。で、このままだとちょっとまたパキッと色数字が変わってしまっているので、ここにフィルターチョップというのを追加して、ここですね。で、このフィルターウィズスをちょっと減らします。0.6465 ぐらいしてみたいと思います。これでこのトレールチョップを見ると、このように、0.65 の方に向かって進んでからまた戻ってくると。こういう風になってます。で、これをマスチョップでこの2つを掛け合わせると。コンバインチョップスマルチプライ、これでスムーズな値をランダムなものから生成するようになりました。で、今度はこれヌルを追加して、この数値を、GLSL に送ります。そうですね、 UDX とかにしますね。で、この3つの値を入れると。これで、そして、DX、R、G と B と。で、この3つが今入りました。R、G、B と、こうですね。で、UDX っていう値を、GLSL で使うと。使うには、ユニフォームのフロート、フロートではないですね。これ VEC3 というのが入ります。UDX というのが入って、この UDX をこの各 X のところに入れていきます。UDXR、UDXG と B と。ここで入りますね。
これでこのビートが入った時に、RGB がシフトするというのの X 方向ができました。ちょっと大きくしてみてみると、こういう感じですね。このビートチョップなんですけど、これはですね、この下の、テンポというところからこう BTM を変えることもできるんですが、もう一個やり方があって、このダイアログのビート、ここにですね、ビートパネルというのがあります。でここで、音楽を聴きながら自分でこうビートを刻むことによって、テンポが決められると、BPM が決められるというのが、機能があります。これちょっとやってみます。ちょっと皆さん聞こえないかもしれませんが、僕は、もう一個のモニターで音楽を流しています。こんな感じでですね、自分でビートをちょっと調整できるというものです。時にはこれとやることは一緒でして、この辺をコピーして、こうですね、これでこっちのチャンネルを DY のものを作るというふうにします。こうですね。ここで DYRGB が来たので、はここでマージして、でこの値が使えるようになりました。DXR と DXG、DXB で DYR、DYG、DYB の値も入っています。でこれをここに入れていくと。DYR で。DYC で DYB と。こういう値が入りました。こうですね。ここでこの UDY に入った値が Y 方向のシフトをここで行っているというふうになります。こういう感じですね。これで最初にお見せしたものと同じものができたと思います。はい、今回はここまでになります。TDSW では毎月2回程度週末にライブ配信ワークショップを行っています。チケットは PTX やイベントブライトからお求めいただけます。また TDSW は Patreon を利用しています。現在こちらの3つのプランがあります。これらのリンクは動画の概要欄にありますので、よかったらチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。もし気に入っていただけたらチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。